さんたちも大好きな絵本をみんなと楽しむために一生懸命何日も練習してきました。今日は一緒に絵本を楽しみましょう。よろしくお願いします。毎年毎年お母さんたちの頑張りに私自身が励まされているんですが、今年のお母さんたちもとってもユニークな絵本を選んでくださいまして、これをどんな風に本番で仕立てていくのかなと思ってましたら、素晴らしい小道具も皆さん用意してくださって、平面的な絵本の世界だけではなく立体的に子どもたちと一緒に楽しめる絵本ワールドが出来上がったのではないかと思います。1年目の時に私自身がご提案したイベントなんですね。お母さんたちと選んだ絵本を何日もかけて練習をして、本番では子どもたちにお母さんたちの熱演を見てもらう、聞いてもらうというこのスタイルが確立して、お母さんたちもこの幼稚園の行事に主役として出演することができるようになって大張り切りです。とても素敵な親子の絆が生まれているんではないかと思っています。お家でお父さんやお母さんとお子さんが絵本を読んでいただくときに、一番大事なのは聞かせてあげるって思うんじゃなくって、読み手のお父さんやお母さんも子どもさんと同じレベルで一緒に楽しむっていうことです。共同作業なんですね。そして楽しむことによってお子さんのイマジネーションの力がうんとうんと豊かになっていきます。そんな風に毎日絵本を楽しんでいただけたらと願っています。来年は10周年です。今年以上に頑張ります。こんもりくんが赤ちゃんの頃はこんな風でした。やっぱり母親が出演するということで、年々娘も成長するにつれて娘が緊張していたんですけど、お母さん上手にできるかなっていう感じで本を読みながらチラチラ娘の様子を見てると、とても楽しそうに笑ってくれてたので安心しました。リハーサルの直前まで試行錯誤して、本当にどうしたら子どもたちが喜んでもらえるかっていうのを一番に頭に置いて練習に励みました。お母さん同士の絆ができて楽しい保護者会に参加できていることにとっても喜びを感じています。家で私が練習をしている時に、お母さん頑張ってねって、上手だよって言ってくれました。子どもがすごく楽しみにしている行事ですので、ぜひぜひいろんなお母さんに参加をしていただいて園を盛り上げていきたいなと思っています。なんかお母さん方が頑張ってる姿を子どもたちに見せれる機会なのかなって思っております。本当に丁寧にご指導されて、本の読み聞かせなど、子どもに寝る前とか本の読み聞かせなどのやり方とかも丁寧に教えてくださったり、気持ちを本当に込めて読まないとそこは違うよみたいな感じで指導されてくれるので、すごい助かります。本を、娘がいるんですけど、読み聞かせるときにちょっと意識するようになったので、すごい役に立ってます。ぜひ参加できたらしたいなって思っております。みんなにクリスマスプレゼントがあるよ。